先生、名前書いといて。名前。名前でしょ。ご来場の皆様に一つお知らせ申し上げます。ご来場の皆様にお知らせ申し上げます。交通機関の案内です。22時58分滑川駅発の電車に乗り、成田で乗り換えて東京まで、こちらですね、もし東京までですねお帰りになる方はですね、成田経由22時58分滑川駅発、こちらの方に乗っていただくと東京まで帰ることができます。22時58分滑川駅発の電車に乗ると成田経由で東京まで帰ることができますので、ただまあですね、大変バスが混み合っておりますので、バスに乗れない場合もありますので、お気をつけくださいませ。ご注意くださいませ。
全国の強靭なプレイヤーたちの中から勝ち上がり、そしてこの真夏の熱い戦いを制して勝ち上がってきた生たち、スーパーストリートファイター4アーケードエディション決勝トーナメントファイナルバトルが今スタートします。それでは準決勝第1試合、選手の入場です。ワンフィガは海外枠台湾代表チーム台湾、エリア台東ステーション豊橋代表ウルフル、さあこれよりこの両チームが戦い、決勝戦進出の椅子をかけて戦います。それでは両チームコメントもらいたいと思います。チーム名、名前、コメントお願いします。大家好，我是 RB， 那我用的角色是 Guy。 那我想今天站在这边，我很希望说就是谢谢我的家人，他们一直很支持我，没有反对我。那最终这个舞台一直是我的梦想，那如今我站上这里了，我必须给不能让帮我加油的朋友失望，那我也想要给自己一个好的交代，最后我会加油的，谢谢大家。皆さんこんにちは、チーム台湾の RB です、まずここに立てたことがものすごく嬉しいです。なぜならここに立つのがずっと夢でした。そしてずっと応援してくれた家族にすごく感謝しています。それから台湾でずっと支えてくれて応援してくれた全ての人に感謝しています。そしてここに立つからにはいい結果を残すように、悔いがないように精一杯頑張って優勝を台湾に持って帰ろうと思っています。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、ゲマビです。私は初めて投撃のトップ4までで入りましたで、本当に嬉しかったで、で今からあと2試合くらいで優勝取れるので、まあ、精一杯に頑張ります。ありがとうございました。Let's go Taiwan and USA。これ訳しなくても大丈夫ですよね。プルプルの川口です。ありがとうございます。まあ、話すところは話してっていう感じで、まあ、いつも通り、同じことをできればなと思います。はい、プルプルの黒源です。ちょっと言葉を借りるんですけれども、ここまでゲームが強くなれたのは、千葉の皆さんのおかげですし、ギルドのメンバーのおかげだと思います。なのでちょっとボケは次に回して、本当ありがとうございました。頑張ります。はい、プルプルの Y です。まあ心を折りたいと思います。それでは両チーム握手をして準備に入ってください。実況アウト。はい、ついにやってきましたスーパーストリートファイター 4A2012。 さあまずは長かった、そして熱かった、最後まで残ってくれた皆さんにありがとう言いたい。動画の配信見てくれてる皆さんにもありがとう言いたい。さあ泣いても笑ってもここから一気にラストスパート盛り上がっていきましょう。さあそれでは闘技
2012ファイナルベースフォー準決勝第1試合いってみましょう。さあ台湾チーム、台湾を代表するチーム台湾、対するは千葉の強豪で固めた千葉最強トリオ。先鋒戦、まず席に着いたのは黒剣のダトリ。さあチーム台湾はスーパーストリートファイター4アーケードエディション。来たのはアルビーノ・グレイ。さあこの攻撃ベースト4、この大舞台で繰り広げられる最高のガイ・ダットリー戦、見せてくれこのこれまでの鍛錬の集大成。台湾では大の評価が非常に高い。この評価を作ったのはこのアルビー。そして日本のダットリー界にこの人に黒剣のダットリー。さあこの黒剣の企画どのように変えるつ。この状況で Y は粘れるか。
立ち上がることができるか。さあ、先攻対真剣戦、真剣戦のヒントという状況で出てきたのはワイのキャミー。どうなるこの大キャミー戦。さあ、早く突っ込んでいったのはワイ。しかし RB も飛んでいく。ナイスが入って、さあ、ここはチャンス攻め。ルーパーできない。さあ、ここはストライクをいつかでするか。これは美味しい。そしてここが痛い。危ない。しかしストライクを狙ったか。ここを決めているのはキャミー。技はどうする。しかしきっちりスパイクからジャンプ。キャミーのジャイロはフルキックしながらこのヘリ。さあ、見事な勝負どころ。さあ、よく行ったか。おとじ下がっていったか。なるさあ、ルビーは押し返して、さあ、ワインの出方を伺うかが、中距離上から来る。さあ、空気を切ったか。しかし、アロー刺さる。そして、フォアラーからループしていく。危険な流れ。ガムシェン。さあ、前に来た。おい、さあ、ここ一気に決めに来るか。ピッチャーに来るか。中盤がダメージになるか。スパイク、スパイク、どっこになった。立ち合い系体育垂直跳びは許さない。さあ、前方戦落としたものの、中堅はきっちり仕事をした。ワイのキャミー、これでチーム台湾、この準決勝一つの鍵、キャミーに対してどのカードを切ってくるか。さあ、切ったカードはシェンちゃんのユン。本日絶好調、勝ったと2回。さあ、カズノコだけがユンじゃない。台湾にも強いユンはいる。ワイのキャミーのワンカツ、台湾最強のユン、シェンちゃん。さあ、その勢いそのままに、このキャミーを倒すことができるのか。頭のワイが、この戦いの勢いを、今つないでいくか。さあ、この中距離怖い感じ。印象を打っていたのはシェンちゃん、これが当たっている。さあ、大剣差し返し、見事中距離ジャンプだけからのストライク。この後ループが、いや、ここ投げていた。しかしグラップしている。ここでファイトが込み、大胆と思っている。さあ、ストライク、これはフェイクストライクなったら、お次がない。結果オーライ、カノンスパイク。ちょっと見よう。4本見たあの距離。さあ、中盤も当たる。さあ、ダイレクトリードは Y。 そして、バランスを押し返す。大パンキャロ。さあ、見事な優勢を見せつけた。優勝は両者近いが、トライクを使っていたのは Y。 さあ、このまま勢いで押していくか。さあ、テンスが出てコンボをもらう。さあ、ゲージャスで限定もある状況。いいでしょ。あの距離から打っていく。強気の選択肢、ここ決めて、まだ耐えて、我慢して、しかし、前捨てからのスパイク。いいでしょ、ここでも、しかし、そこにいいストライク、向かった。両者、ワイは決めている。スライク、そこはガード。ここも、シェンちゃん、寝技。そして、裏から、ピッチ。さあ、ダメにここまで活躍はしない。ゲージマックス、最高の状況。さあ、ここは本物と考えてゲージを発揮する。さあ、ワインを返していく。さあ、ゲージを返す、攻めを継続したい。さあ、ここでセーブ、レベルにした。さあ、ここで当たったが、ゲージを発揮せずに立ち上げ。さあ、ワンコンボが危ない状況。ワインは慎重に立ち上げます。ここから行く。
ラッキーだったら勝ち一応届って大きくする一つ、ゲージが持ち上げる。
さあ、それでは準決勝第1試合が終了しました。続いて準決勝第2試合勝利チームは決勝戦に備えて、さあ、それでは続きまして準決勝第2試合選手の入場です。コダック軍伊豆ウリョのウリョです、ここまで来たらあとは 6人倒したいだけなんで、簡単なんで優勝してみます。お願いします。桃地です。もう終電も多分なくなってあんまり意味ないんですけど、ハイタミが巻きで倒すのでお願いします。ハイタミです。ちょっと体力的にも限界なんですけど、まあ、もうちょっとなんで頑張ります。カッシャガリのボンちゃんです。皆さん、こんな遅い時間までありがとうございます。また、一緒に盛り上がりたいと思ってますので、よろしくお願いします。カッシャガリのボンちゃんです。自分も、このボンちゃんのことまで来てくれて嬉しいなと思うので、まあ、見る価値のある試合をしたいなと思います。応援よろしくお願いします。カッシャガリのボンちゃんです。まあ、みんなね、今度はそういう時間の中で、残っていただいてね。ちょっといい試合を、見せれるように頑張ります。はい。それでは両チーム握手をして試合の準備をお願いいたします。実況アウト。さあ、準決勝第2試合でこのカードが対決。さあ、ここの壇上にいる6人。全てがプロレベルの力を持つ、その6人がここで戦う。さあ、先に決勝の椅子で待つ千葉代表プルプルを迎え撃つのはどちらのチームか。さあ、タレント揃いの3対3、誰が出てくるか。さあ、それでは用意はよろしいでしょうか。東輝2012スーパーストリートベースボー準決勝第2試合いってみましょう。さあ、立ち上がり先方席に着いたのはフードのフェイロン。それを迎え撃つはハイタニマゴト。さあ、ハイタニマゴト本日大活躍。この野生が攻撃の舞台で火を吹くか。さあ、出してきたフード上げば、これで1つ目これが通っていったら、こうして終わる。こっち上この距離、2発目クリア入るのかな。おっと、ここでセービングうまく引き付けて撃ちできた。しかし、フードが落ちない。見事な判断力。序盤で勝負をかけたのは入る。中盤から更新。やりきったハイタニ。予想していたか。フードのフェイロン。一回で一気にダメ足。カラスの本日一発目。さあ、決まって。さあ、キーワードになると。
かれば、そのままホームインで、これが敗者に序盤に結果、画面端は仕掛けられ、ここはバックスピンの振りを、両者、もう完璧に温まっている。危ない中距離、踏み込めば変われる距離、どうする、ここは下がる、入ったここは早くからの、ここはミスになれ、剣画面端、海外に向かって少々から、ここは別だが、相手が言ってる、危ないところ押し返した引退くらいか、ネック、さあ両者セオリーをもう無視している、セオリー通りはパトライン、フード中距離スメルのフード相谷の落ち、さあ次で裏回る、コンバーレッカー決めたのはフードのフェイロン、とんでもない劣化圏を下ろして打ち下ろすというとんでもない行動が見えて、その直後、それでも冷静だったフード前方戦を制して出ていくのはもう打ち込み、さあここで来た公認フェイロンの組み合わせ、我慢の勝負、両者反撃が非常に強いこの勝負、洋昇さんどう見ますか。まずはあの、はい、フェイロンに対してそこそこ行けると言われているコーディのところですね。このレベルになるとどうなるか、さあこのフル先制をしながら相手の出方を浮かべ、ここで何かのモーチ上から来て CA を打つ、次で打ち込みはきっちり反撃、画面端の攻め、どうする、落ち着いて崩していく、中段も使う、ここでセミを崩している、きっちり最大、これがモーチ CA を打てるかチャンス、さあフードも負けていない、上から表ガードしている、見えていたのかもう一度怖い距離、スルスルっと下がってまたもや怖い距離、レッキングで詰めて曲げを通すフード、この表はガードしている、もう一度はこの画面端こうしのげ、ラストバットにはしゃがみ中盤出してくるなよと聞こえてくるように置いてある、後ろでゲージのためからもう一度、リードはこれを抑止に行かない、あえてか、それほど1ラウンドが重要、まだ無理をする時間ではない、ここで取ってきた、さあもう一度にゲージを渡してもラウンドを渡さない、そういう勝ちもいい、フードフェイロン、この準決勝でキレのある動き全開、ずっとおもちゃ巻いてる、しかしフードはどっしりと巻いてる、レッカーが飛んでくる、おもちゃストップで絡めていた、危なかった、お釣りは入らず、またもや歩いて詰めていく、しかしフードも抑止で、あ、前歩きを見せる、間合いの取り合い、恐ろしい距離、画面端が近づいてきた、フードが獲得見せるか、シャンデーパン一発、さあ体力差も非常に重要、いい EX でか、十分なリード、フードはまだ被弾なし、どうするモーチ、このフェイロンどこから崩せ、クリーになる、ダメージ出して一気にから一気にゲージを吐いて、一気にだこれ相打ちからラスト決まっている、やったぜ、鮮やかすぎる逆転引き、さあ最後のワンチャンス、どう決める、シンクアウトして投げ裏ップ、緊張感が走る、この距離両者の我慢比べ、後ろに行って投げていった、歩き投げ、俺の負けだ、恐るべしももちの弾力、そこから見事にやって、ストンプしていく、当たって、さあ、バックジャンプを見せるか、後ろの前説の方が当たって、スイングをきっちり、ワイッとする、ワイッと打っていった、この駆け引き、2、3の駆け引きが非常に、
吉尾さん、はい、まさかの展開ですね。そうですね、最初のやっぱり先鋒戦で、はい、あの本日かなり勢いがあった灰谷選手を、はい、との戦いを制したということで、スーパーストリートファイター4、そうですね、相当フード選手としては流れに乗れたと、乗れたと思いますね。それでまたキャラ通して勢いを取り戻したんですけども、はい、ただ、まあ、隊長にこの宇野選手、はい、あのこの人もまた一人で勢いを持ってこれるプレイヤーなので、そうですね、これまだまだ分からないと言った方が正しいでしょう。そうですね、はい、まだまだ分からない、何が起こるか分からない、そのポテンシャルを秘めたプレイヤー、それがこのウリオ、このサクラ、大将として健さん、ノリノリのフードを止めることができるか、ウリオサクラ攻撃で結果を出すことができるか、それを消すことができるか、これはまさしく凄まじい流れを掴んだんじゃないですか。そうですね、まさに宇野というプレイヤーをまさに表したんですよね。強調するかのような、はい、あの状態のフードを相手に、はい、あの立ち回り、そして勝ちたがり、中継に座ったのはボンちゃんのスタート。さあ、移動要塞と称されるその冷たさ、そして的確な移動アパカ、そして移動に、それに対してウリオはどう戦うか、どのようにして勝利を引き寄せていくか。さあ、勝負を何ていうか、非常に重要な一戦、後ろにはカスノコが控える。このカスノコを削り出すための大事な一戦、最初のウリオサクラ対シェーケンボンチャンスアウト、全力引っ張るね、しかしアパカアパカザルザルで一つで、ここもハイが波を通してウリオ波動拳、波動拳、ボンチャンは画面端へ出発客引かれた、アパカがこれだけやって、10分間、宇宙勝、ウリオ
しました。解説の吉尾さん、はい、さあ改めてこの2チームどういうチームか教えてもらってもいいですか。はい、まずは、先に勝ったのは、プルプル、はい、千葉の、強豪3人で、はい、成り立っているチームで、まあ、1人は、キャビンという、このゲームの、強化と言われている、キャビンを使ってのプレイヤーで、はい、BB も3位以内に入っているプレイヤーです。でもう、2人はですね、割と珍しいローズというキャラとザットリーというキャラを使って、共に DB 一番高いプレイヤーということで、はいはい、で、この3人はですね、はい、特にこの今のバージョンになってから、まあ、このいろんなでかい大会ではほとんどの確率でこの3人を組んでいるということで、非常にチーム力のチームワークが良いチームなんですね、はい、で千葉ということもあって、はい、地元の応援も高く、確かに、はい、出ますからね、試験効果も期待できますということですね。そしてそれに対する勝ち点というのが、はい、いいですね。さあ、この戦い、それでは見ていこうと思います。これがラストの試合です。決勝戦、選手の入場です。頂点をかけて戦ってもらいます。両チーム、それでは代表に一言ずつコメントもらいたいと思います。代表のフードです。そうですね、まあ、優勝するのに、まあ、一応こういうチームを組んで、まあ、一応配信とかして、大会で勝つぞみたいな感じでやってるんで、それで優勝できたら、流れとしては良しなので、まあ、このまま優勝したいなという気持ちです。応援お願いします。どっちのチームの千葉県、千葉勢というかね、千葉に住んでる人がいてよかったですね。はい、こっちは相手勝ちたがりですけど、うちも、まあ、超絶な負けず嫌いなんで、頑張りたいと思います。
2012、非常に長かった予選から厳しい予選ばかりだった。そして当日予選も非常に厳しかった。そして今日は暑かった。そんなスパフォーの夏もこの試合が最後の試合、盛り上がっていきましょう。そしてこの決勝の舞台に立ったのはガチガチの強キャラで固めた勝ち上がり、対するはレアキャラで固めたプルプル。同じキャラはいないこの組み合わせ、どのような相性さ、相性の量が出るか。それでは行ってみましょう。攻撃2012ファイナル決勝いってみましょう。さあ、スーパークラスタの準決勝と同じブロケンタプリ、対するはフードフィード。ザットリーの組み合わせ、心の勝ち方に来た。ベイロン戦を見せるのは今、ブロケンタプリは
進む。上位にうまくガードしてゲージは外した。時間もない、間に合うか。上から来る、頑張ってセミバックでドットで残った。時間が厳しいか。最後はジャンプ台系一直。フードが見せた完璧な対応、丁寧すぎる立ち回り。大事な大事な先鋒戦取ったのはフードウェイロン。スーパーストリートファイター4アーケードエディション。さあ吉田さん、フードにしては珍しいほど慎重でしたね。そうなんですよね、画面に始めのアクナチフードに、はい、リードされてこんなマスで先鋒をされてしまっては、はい、もうどうするんだろう。本気で勝ちにいくスタイル、本気で勝ちにいってますね。まさに立ち上がりと、はい、そしてですね、サミットが出すという苦手なので、はい、まあ、チリ戦が的にも大きく大きいですね、もう一勝。モンちゃんとしては一安心か。そしてプルプル中継に座ったのは川口ローズ。さあ準決勝勝利を呼び出した。プル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 が打てるのはこの川口。プルの相手に何を打てる。さあプルプル合わせたがレベルだった。ここは何か見せる。フードは抑止しているのか。内野手入る、川口は何でしょう。ラストスター、レッカー相手の攻めになる。攻めに行くか。さあ、そしてどう脱出する。さあ、ローズは前に進むしかない。スパイ、中盤球児決めた。しかし、支援セミック押し返すので成功。フード決勝で爆発するか。三発打ち当たっている。レッツゲーム。さあ自分のベースをどこで流れを引き寄せる。フードを押していける。今日のフードはいつにも増して完敗。スパイラー任せ。さあできる。これはフードに見ましたが、その全てを背負ってこのフードを迎え
ルズ、ワイのキャミ、空洞を越えることはできるか。当たっている、内径当たっている。あのこれは入り込んで内側で突入、中断勝っていくか、中断削っていく。さあここでストライクを当てて、ここもきっちり投げ出す。フードはバックで最後もきっちり。さあワイは落ち着いている。今度もう一番削り切ったからファイルが本来ストライクからさあ練習込んでいる。地味にあの2連覇したんですけども、あのキャラも一緒なんですけど、そうですね、去年のはやりきったかなと思いないですけど、ちょっと、まあ、一人チーム名でも続いて幸せでした。ありがとうございます。はい、初優勝できました。準決勝決勝もフードにもすごかった。優勝、勝ちたがり、あなた方は、東撃2012ファイナル第10回アルカディアカップトーナメントにおいて、当初の通り優秀な成績を収められましたことを、ここにその栄誉を称え、ご了承します。おめでとうございます。おめでとうございます。
優勝チームに大きな拍手をお願いいたします。続いてユニットの準優勝プルプレットの演技家の同学です。おめでとうございます。そして、承諾しまして全員に攻撃 T シャツ、そして攻撃タオルが贈られます。みんな帰っちゃいました。それでは今日の協力者に行くようにお伝えになります。優勝チームに行きましょう。大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。プレゼンターは本田さんでした。ありがとうございました。さあ、東京に出ているファイナル本日の開催が全て終了いたしました。ご視聴ありがとうございました。さあ、明日も明日もあります。明日もこの日で再び熱い戦い、この日を終えてあります。皆さんもぜひ明日も戦いがありますので、お越しいただければと思います。それでは、まだまだゲームサマーフェスティバルお楽しみください。ここまでのお相手はコリコのコリマソンでした。どうもありがとうございました。Yeah.